いつぞやの土作り人か。お主とはいずれ刃を交えると思っておったわい。ここを通すわけにはいかんのでな。 いやいや負けじゃ負けじゃ。敵ながらあっぱれ。三成殿、茶坊主、小細工、そろばん名人など揶揄されるが、自らの俸禄の半分でわしを召し抱えたその無欲さ、清廉なる野心がわしには何より好ましい。 三成に過ぎたるものと言われておったが、最後まで武士らしき方向もろくにできぬとは。三成殿こそわしには過ぎたる主君であったが。 この首を持っていけ。この首があれば一国一城の主も夢では。それではわしの気が収まらん。ならばあの槍ではどうじゃ。まあ、あんたが頼りにしていた侍もおしまいか。
あと数百命があれば、エノクの秘宝で何とかできないこともない。兵を犠牲にしたくないという場合でもないと思うが。